はい、アンディです。今回はこちら M11 のお話ですね。実はちょうどこの5月ゴールデンウィークをもちまして、M11 購入からちょうど2年ということになりました。いやー、あっという間だったといえばあっという間だったなという感じがしております。で、今回ちょっとねこの M11 じゃあ2年間使ってみてどうだったのみたいなところをね振り返りながら、撮った写真とかもねちょっと振り返りつつお話をしていこうかなと思っております。はい、改めまして今回の、テーマですね、ライカ M11 2年間使った感想ということで、やっていこうかなと思います。特テーマとしてはね、少しだけ自分のものになった感、好みのレンズと出会えた。で、3年目、これはより作風作品に向き合いたい。この辺のねちょっとお話をしていこうかなと思います。で、まずねこの少しだけ自分のものになった感ですね。いや M11 ね、最初はやっぱね慣れなかったっていうのが多分一番正しいんだと思うんですけど、レンジファインダー初だったんですね僕ね。フィルムでも使ったことがなかったですし、そういう意味でこう、まずこれに慣れることから始まったのが1年目だったなという気はしています。まずねその何をどう撮りたいのかみたいな、このあたりの模索がすごく多かったかなと思いますね。で、その時にね使った被写体がね花とか草とかなんですよね。言ったらこう日常によくあるものでもありますし、その被写体として選びやすいっていうのと、あとその撮った変化がね、日々こう計測して観測できるみたいなのもありましたし、同じ場所にね河原とか行っとるんですけど、その河原のこの草を撮るみたいなことを何度もやって、じゃあ光の具合でどうなのかとか、距離変えたらどうなのかとか、背景変えたらどうなのかみたいなね、そういった本当すごいこう実験的なものをよくやってたなっていうのが一つあるかなと思います。で、もう一個はちょっとそのスナップですね。スナップの方にこう使うようにして、どんなもんかっていうのを試していたっていうのがあると思うんですけど、もともとは Q2 でこうやってたスナップ、やっぱねオートも使えましたし、最後はねマニュアルでやってましたけど、そのクロップもできるってことでね便利ではあったんですけど、その中でもねこう1年目はこうちょっとずつレンジファインダーの面白さ楽しさみたいなところにね目覚め始めて、で2年目に入ってからはね、よりこうちょっと自分の撮りたいもの、撮りたい雰囲気、撮りたい風に撮れるようになってきたのかなということで、ちょっとずつ作品としてもね出せるようになってきたなと思うのが本当そうですね。今年入って夏ぐらいとかですかね。今年入ってというか2年目に入っての夏ぐらいとかって感じですかね。はい。でそれがなぜそういう風にできるようになってきたかっていうと、その2つ目のポイントになるんですけど、やっぱ好みのレンズと出会うことができた。これがねすごく大きいかなと思ってまして、今本当お気に入りで使っているのはこちらズミクロン C40mm なんですけど、この 40mm の画角とね、そのサイズ感もそうなんですけど、 M11 との相性、僕が使う時に関してなんですけど、ものすごく相性が僕は良くてですね、もうずっとこれつけっぱなしですね。で、最初はこっちのねズミルックス 50mm、 こっちを最初はつけて使ってたんですね。もちろんそのレンズをたくさん持ってなかったのがあるんで、今でもそんな持ってないですけど、これを、メインカメラとしてメインレンズとして使ってたっていうのが最初の1年目なんですけど、2年目に入った3月、2年目に入るちょっと手前って感じですかに、このズミクロン C というレンズに出会いまして、ライカニコーチの展示会でね使わせてもらったのが最初になるんですけども、使ってみたら結構その瞬間からもうビビッときててね、でそのまま、買い求めてずっと探し回ってなんとかこう購入できたってことで、レンズキャップもないようなねそういった状態のものを買ったんですけど、中身はねすごくこう綺麗にね掃除されていたので、すごくねピントが気持ちよくはまりますし、解像感がめちゃくちゃたまらなかったんですね。これはね、意外とズミルックスよりも、開放同士を比べた場合ね、ズミクロンが C40 がこれ F2 で、ズミルックスがね、これ、50の F1.4 なんで、その差はもちろんあるんですけども、ちょっとこの2とか、あとは 2.8 とかにね、絞って撮った時のパキパキ感がね、めちゃくちゃドハマりしまして、いや、なんならこっちよりも、M11 に関してはハマったなっていう、本当その感じで使ってましたね。ちなみに SL ベースに使うとこっちの方がやっぱ僕はいいなと思ってるんで、結局このコンビになるんですけど、でもなんかやっぱその、ボディに合うと思えるレンズ、自分自身がそう思ってるだけなんですけど、
と出会えることっていうのはものすごく貴重だなと思いまして、なのでもう2年目からはこれでほとんどというかもう全部ですね、 M11 の写真は、まあ、たまにこれつけてあの YouTube でなんかネタ出すために撮ったような気はしなくはないんですけど、多分1回とか2回だと思うんですよね。もう基本この組み合わせ、これがね本当にベストマッチなんですよね。まあ、これはもう本当好みだったりとかすると思いますし、あとフィーリングっていうのもあると思うんで、なんかその言ってね、出てきた写真でどうこうっていうよりはもう撮ってる時にまず気持ちいいかどうかっていうのを結構僕は重要視してるっていうのがあるので、その辺のフィーリング、まあ、ベストチョイスができたっていうのはこの2年目、中頃からの本当に最高に感じるようになった理由の一つかなというふうには思っております。はい、といった感じでね、まあ、今までこう2年間頑張って撮ってきたっていうのがあるんですけども、3年目ですね。さあいよいよここからなんですけど、ちょっとね、作品作風ここにちょっともう少しこだわりを持ちたいなと、思い始めてはいますね。その展示会自体をねちょっと年一やるかやらないかぐらいに今なってるんですけど、まあでもなんかそれぐらいでちょうどいいかなと思ってまして、まあ、次そうだな、ちょっと分かんないですけど10月とか11月とかにちょっと東京でできたらいいなみたいなのはふわっとは思ってるんですけどね。まあその決定はしないんで、また決定したらお届けしますけど、これに向けてねちょっとしっかりとしたね自分のこうなんかシリーズ作品みたいな感じですかね、こう軸を一本通した、今までは僕結構あの撮って好きなものをこうあのチョイスしていくみたいな、そういう作品の出し方をしてたのがまあベースなんですけど、まあなんかもっとねこう1年を通したシリーズ感、1年のシリーズものみたいなものをちょっと撮っていきたいぞというふうに思ってまして、まあなんかやっぱそのシリーズタイトルに合わせてこう1年間撮り続けるってことはぜひやりたいなという、まあこれが3年目今年の目標ってことですかね。このあたりでますますライカ M11 ちょっと使ってね写真楽しんでいきたいなというふうに思っております。といった感じで、よかったらチャンネル登録高評価なんかも教えていただけたら嬉しいです。それではまた次回の企画でお会いしましょう。